大人のふりかけ大人のふりかけは、長屋園が1989年10月に販売したふりかけ。当初は地域限定商品で1990年2月から全国販売された。ふりかけは子供の食べ物という当時の常識を覆し、大人のためのふりかけというコンセプトのもとに開発がなされた。大人のふりかけは、 当時のふりかけ消費者が12歳を境に急激に減少するというデータをヒントとして、大人にも満足できるふりかけをというコンセプトのもとに開発された商品である。子供の目から見た大人の世界を描いた CM が大きな話題を呼び、ロングセラー商品となった。1991年には日本食料新聞社が主催する食品ヒット大賞の優秀ヒット賞を受賞した。 関連商品としては1991年に発売された大人のお茶漬け、2008年に発売された子供のふりかけなどがある。1989年当初は、カツオ、鮭、ワサビの3種が発売された。現在は通常タイプとして、本、カツオ、紅酒、ワサビ、納豆、ウニの5種、アソートタイプとして、小鮭、青じそひじき、海苔わさび、タラコ、 おかかごぼう、めんたいし、うめゆかり、かつおみりん、さけわかめ、とりとまそぼろの2種、ソフトタイプとして、とりそぼろ、さけ、たらこ、ちりめんざんしょうの4種がある。ありがとうございます。